社会科学部行ってみたいと思います。本日の英文講の全体図はこちら。正誤問題10問行ってみたいと思います。もちろん皆さんには1問ずつ解いていただいて、そして1問ずつ解説を聞いていただく、そこに専念していただけるとよろしいかと思います。もちろんそこに出てくる大事な情報は授業の一番最後にまとめますからね。その点はご安心いただけるとよろしいかと思います。ということで頑張っていきましょう。デビさん、説明の指示の一読をお願いします。デビさん、問いの1番お願いします。これは下線部 C の左側のボースがヒントになりますよね。そうです、後ろは A&B ですね。で、そうなってるか確認してみるんですが、もう見ての通りそうなっていないですよね。ですから正解は下線部 C、 こちらの OR のところを AND に直せばよろしいですね。では、問いの2番お願いします。皆さん、文頭のあたり、こういう感じで括弧でくくるとですね、文頭の名詞の the ears が主語。で、こちら offered が動詞ですよね。で、下線部 B のあたりが目的語ということでよろしいかと思います。そして皆さん、前置詞 with の後ろに名詞があって ing。これ皆さん、不対状況の with ですよね。でさ、その with プラス名詞プラスこの ing が連続しているだけでございます。ですから間違いはなさそうでございますので、正解は E ということでよろしいかと思います。そしたら問いの3番お願いします。でさ、これ1行目ですね、前置プラス名詞とか副詞のところは M でございますので、括弧でくくってみました。で、そうすると皆さん、この because ですね、もちろん接続詞でございますので、後ろに sv が必要ですよね。で、皆さん、sv があんのかなと思って読み進めていただいてもですね、この下線部 b の右側も前置詞プラス名詞でございますので、括弧でくくりました。で、皆さん、やっとこそ sv は出てくるんですが、皆さん思い出してくださいね。because 接続詞が一つあるということは、この文章中動詞は二つ必要ですよね。そうです。動詞が二つあるから、その動詞と動詞をつなぐものが接続詞ですからね。ですが、今回どう見ても動詞は一つしかないですからね。そうです。動詞が一つしかないということは、接続詞はいらないですね。じゃあ皆さん、この because どう直しますかということですが、接続詞でなければこちらのように前置詞に変えることができますね。で、前置詞は because の右側に of でございますので、下線部 B の直前ですよね。ここに of を突っ込んでいただきますと of the vast rural exodus、 これは皆さん前置詞プラス名詞になりますので文法上問題ないですね。ですから正解は下線部 B ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、問いの4番お願いします。さあ、皆さん、これ、下線部 C が怪しいですね。もちろん、左側、前置詞4がございますので、前置プラス名詞で M。で、それで完結していると思いきや、さらに右側には one error ということで、名詞が連続しちゃっております。これ、まずいですね。じゃあ、どうしますかということですが、このコンパリソンをコンペアリングに直していただきますと、まずは前置詞4の右側に ing。これで皆さん同名詞だという判断がつきますよね。Lux comparing の compare はうにゃうにゃおー、比較する。そうです。他動詞でございますので、右側の one error。これが目的語ということで、うまいこと説明がつきますよね。ですから正解は下線部 C。comparison を comparing に直していただけるとよろしいかと思います。さあ、続いて問いの5番お願いします。これ、下線部 C の前後にあの有名な熟語が隠れてますよね。そうです。Be likely と来たら後ろは to 不定詞ですよね。ですが、皆さん、下線部 D のところがちょっと怪しいですよね。動詞の原型になっちゃっております。ですから正解は下線部 D。to join and attend。それに直していただけるとよろしいかと思います。デビさん、問いの6番お願いします。これ文末が案外怪しいですよね。デビさん、otherwise はよく見かけるかと思いますが、
その右側に not がくっついている様子を皆さん見たことがないかと思います。ですから正解は D の可能性が高いですね。でもう一つ皆さん not の位置もしくは not が影響を及ぼす表現はもちろん右側ですよね。そうです、否定語 not は右側の語句に影響を及ぼすんですよね。例えば is not high もしくは do not run、 右側の語句を否定している様子が伺えるかと思います。ですから今回もこちら not 生かすんであればこっちに置いてほしいですね。ですから otherwise not を not otherwise、 これに直していただけるとよろしいかと思います。さあ、問いの7番お願いします。さあ、これは下線部 A が怪しいですね。 Disclosed 右側に Journalists そして Secret Documents 名詞が2つ連続してますよね。まあ、先ほども似たような問題がございましたが、もちろん Disclosed と言われたらうにゃうにゃを暴露する、うにゃうにゃ明らかにするんですね。ですからこういう秘密の書類を明らかにすることはできますが、目的語に人は置けませんからね。ですから正解は下線部 A、 人に物を明らかにすると言いたい場合は人間を表す表現の左側に前置詞 to が必要ですからね。ですから disclose to journalists、 そう直せば正しい表現になりますね。皆さん、問いの8番お願いします。下線部 A であれば皆さん所有格になっておりますので、後ろ名詞につなげていただいて問題ないかと思います。で、下線部 B、 フォーカスは皆さん自動詞ですので後ろ on とセットで使いますよね。で、下線部 C、 ヘイブンも名詞で問題ございません。で、下線部 D もコンマコンマアンドで並列を示しているだけですからね。ですからこれはまさに間違いミスがなさそうでございますので、正解は E ということでよろしいかと思います。で、皆さん、問いの9番お願いします。で、これは出だしの下線部 A ですね。皆さん、 O ときたら O A to B、 A を B に借りているという表現でしたね。ですが皆さん、 to B に当たる部分はいるんですが、O A に当たる表現がないですよね。ですから O の直後に何か表現を突っ込む必要性がございます。じゃあどうしますかということですが、皆さんこれですよね。後ろにざっと説があるということは、 O の直後に仮目的語の it ですね、それを置いていただきますと後ろのざっと説を指すと、そういうふうにしっかり説明できますので、ひとまず正解は下線部 A、 こちら O to じゃなくて O it to 点点点ですね。そういうふうに直していただけますとよろしいかと思います。で、皆さん、問いの10番お願いします。これ下線部 C のあたりが怪しいですね。これ皆さん in the late ときたら後半、つまり1970年代後半にしたいんでしょうね。ですが皆さん、これこのままほったらかすとですね、70年代の表現ならないですね。ですから正解は下線部 C、 1970s、 そう直せばバッチリです。さあ皆さん、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で次につながる情報ですね、まとめていきたいと思います。まずは一つ目、付帯状況の with、 先ほど絡んでましたね。そして皆さん、2番目、 because と because of、 接続詞なのか前置詞なのか。まあ今回は簡単ですが、この区別を要する表現がいくつかありますからね。ですからカッコ1番とカッコ2番、これに関する解説動画はすでに存在しておりますので、それに関するリンク先は概要欄に貼っ付けておきます。ですからこのあたりに不安を感じる方ですね、この後お時間よろしければご視聴いただいてもよろしいかと思います。そして3番目、否定語のとは右側の語句を否定する、まあ当たり前っちゃ当たり前ですけども、右側の表現に影響を及ぼすんだ、そういうふうにイメージしていただけるとよろしいかと思います。そして4番目、disclose、 人に内容を明らかにするんですね。もちろん意味も大事なんですが、 to プラス人、ここにも注目していただけると嬉しいかと思います。そして5番目、 O ときたら A to B で A を B に借りている。そして6番目、仮主語の it、 もしくは仮目的語の it ですね。先ほどの O に関する問題にも絡んでおりました。もしこちらの理屈をご存じない方ですね、そういう方のために解説動画はすでに存在しておりますので、リンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。
そして7番目、1970年代後半。In the late 1970s。ということで皆さん、まとめをひとまず終えたいと思います。改めてホワイトボードをご覧になっていただいてですね。もし知らないところがございましたら、この後ノートを取っていただいて。で、ノートを取った後はこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える。そこは頑張っていただけると嬉しいかと思います。ということで、さあご覧になってください。